在外財産保障問題とは、第二次世界大戦の敗戦によって失われた引上げ者などの日本人の在外資産の保障をめぐる問題。サンフランシスコ平和条約によって、対外的には決着がつけられたが、国内的に日本政府が責任を負うか否かの問題が残された。1953年1月26日に引上げ者らによって、 在外資産保障処理獲得規制同盟決起大会が開催され引上げ者団体全国連合会などの引上げ者団体が結成されたのを受け、日本政府では在外財産問題調査会を設置して調査を行った結果、とりあえず引上げ時に税関に没収された旧日本銀行券を現行券によって返還すること、金融債務に関しては、 国内資産の範囲での保障が支払われることになった。その後、1957年に引上げ者給付金等保障法が制定されて464億円が支給されたが、引上げ者団体はさらなる上積みを求め、また、日本国内で繊細に遭遇した一般国民からは不公平だとする引上げ者団体への反発も出た。その後、政府に保証義務はないが、 同義的に保障の必要性があるとする、在外財産問題審議会の答申に従って1967年7月22日に、引上げ者に対する特別交付金支給法が成立した。これによって全国に350万人いる引上げ者に対して、引上げ者交際と引上げ者特別交付金交際が支給され10年間で召喚されることになった。これによって政府は、 引上げ者に対して総額2100億円余りが交際形式で支払いを行った。なお、本件の関連法令は2007年現在でも継続して施行されており、在外財産保障問題は完全に終了したわけではない。なお、最高裁判所は1968年11月27日、大法廷判決で、これらの財産喪失は戦争犠牲、または 戦争損害として国民の等しく受任しなければならなかったところであり、右の在外資産の賠償への充当による損害のごときも一種の戦争損害としてこれに対する保障は憲法の全く予想しないところであり、憲法29条3項に基づく保障請求をすることができないとしている。ありがとうございます。